せーのでバンバンザイ。みゆです。高井です。はい、なんで私たちが今2人で外にいるかというと、実は私たち先ほどまでマックの1万円企画を終えたばっかなんですよ。俺たち2人出てきたということは、ギシ君とルナは今バンバンザイハウスに2人でいるんですよ、うん、俺たちが2人で外に出て、うんまあ、ルナがどんな反応するかというドンキリです。めっちゃ心は痛いんですけど、まあ、ちょっとルナのね不安さとかを見れたらなと思います。まあ、ギシ君もドンキリの仕掛け人として、うん、何も知らされてないのはルナだけなんで、うん、ギシ君もね、まあ、ルナに煽ってどんどん落ち込む方向に持っていってくれると思うんですよ。最低な男です、あいつは。まあ、僕もしっかりね戻った時には慰めたいと思ってますので、はい、まあね、今、うん、そのギシ君が部屋の中でまあこっそりカメラ回してくれてるんで、それがこちらになります。マジ疲れた、お腹がやばい、もう動けない、一生マクド食べたくない、もう。はい、ということでこんな感じで映像が映ってたと思うんですけど、今までこういうの別にないから信じてくれると思うけど、ね、心配は多少するんじゃないかなっていう感じですね。一緒にやってきたけど普通に異性だからルナも不安だとは思うから、めっちゃ心は痛いですがやっていきます。じゃあタカピロたちどこ行ったの？タカピロとミユどこ行ったの？いつから帰ってきたっけ？これいつの間に消えたよね。どこ行ったんだろう。二人で出かけたん？二人で出かけてた。出かけてた。どこ行ったかマジで分かんないけど、俺がマック食ってトイレに行くときに多分行った。分からんけど連絡してる。連絡来てないな全然。まあいいや、 LINE 送ってみる今。送ってみ。心配なんだべ。今は大丈夫かな全然。はい、急遽カメラ回したんですけど、なんとルナからね、LINE が来てます。来てるね、はい、しかも4通も。4通なんて来てる？今どこで、なんかスタンプ。あ、一応でも気づいてはいるんだ。気づくか、普通に考えて。まだ余裕でしょ。余裕、あ、まだ返さないとおこうかな。そうね、いや、そわそわするわ。返さない方が何してんだろうって、そうだね、なるかもしれないんで、しばらくもうちょっとだけ待ちます。あいつらマジで遅くね。全然連絡もない。帰ってきてないの、まだ。帰ってきてない。遅いね、本当に、うん、マジ何してるの。さあ、そんな心配な。心配とかじゃないけどさ。はあ、2人やろ。うん、2人でした、マジで。まだ LINE 帰ってきてないの。うん、送ってみ。そうかな。結構遅いじゃんね。既得すらついてないよ、マジで。うん、はい、今ね、追加でね、うん、6件来たんですけど、やばい。どんな感じだと思われた？いや、さすがにこんな何十分もね2人でいなかったら絶対不安にはなってると思う。確かに、うん、ほんとなんかめっちゃ苦しいわ。まあでもまあ企画なんでね、うん、もうちょっと待ちましょう。てかまだ帰ってくれんねんけど。マジで、うん、さすがに遅いね。え、なに、 LINE も？ LINE も既読もついてないの？ついてない。やば、浮気されてんじゃない？マジそれはないよ。いやでもマジで浮気されてんじゃない、ワンちゃん。だってこんな遅いことなくない？ないけど、うん、え、マジで嫌やねんけど、そんなされた。ワンちゃんあるよ、人間何が起こるか分かんないから。マジでやめて。大丈夫大丈夫、信じるもん俺の。あ、そうなの。うん、でもめっちゃ心配かけて、電話かけてんよ。いや全然心配してるじゃん。だってかけるね。かけたの？かけてかけた。今、うん、電話かかってきてます。やばい、リアルです。やばいやばいやばい、やばい。どうしよう、出た方がいいかなこれ。いや、ここで出ちゃうともう思うツボだから、あっちの。確かに。最後とことんとことん不安にさせて、最後にドッキリのネタバラシをしに行きたいです。じゃあもうちょっと待ちます。あー、早く行きたい。はい、出ません。あー、いつもとすぐ出んだよこれ。高平君終わったね、人生はおしまい。何詰めてんの。大丈夫だって、嘘だって、嘘嘘嘘だって。ギシ君が、いや違う、嘘だって、マジ嘘だって。心配すんな、まあまあ信じよう。ガチで拗ねてんじゃん。いやマジで大丈夫だって。されたら悪いね。大丈夫だって。何してんねろほんまに。ちょっと今軽く動画を回したぐらいに
医師から通知でそろそろやばいと LINE が来たんですよ。でなんか多分ルナが心配してるらしいんで、うん、結構、うん、今回ちょっと戻んないとねやばいかなと。結構うちらなりに頑張った方なんで、うん、まあ、そろそろ戻りますか。よし行くぜ。ドッキリ大成功。何のドッキリなのこれ。とりあえずじゃあ座って話しましょうか。そうですね。どうだった義士。いやもうね、ルナにマジでマジで心配だった。最初強かったんでね、でも最初強かったのに後からガチで心配になって、どんどんしょげてきたから俺も焦って LINE 送ったもん。やばい。何のドッキリなの。これはミユとタカヒロがいなくなったらルナはどんな反応を見せるのかっていうドッキリ検証みたいなドッキリ。今カメラ回してる。これはずっと回してる。回ってるんですね。ごめんねルナはどうだった。だから相手がさ、みゆちゃんから全然ルナは別に疑いはなかったけど強がってますね。うわ、いや嘘つきや。いやほんまや。絶対嘘。まあそんな感じで今回のドッキリで、はい、ルナちゃんのね、かわいいかわいい姿をみんなも見れたんじゃないかなと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録コメントお待ちしております。はい、以後こういうドッキリはやめてください。はいそれでは皆さんまた次の動画で、バイバーイ。バイバーイ。ということで今回は、うん、ルナとミュウのぶりっこ5番勝負。何それ、やだ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 。あのただ単に可愛いところを見たいので、俺がシチュエーションを用意してきたから、それに沿ってちゃんとぶりっこをカメラの前でしてください。やだ、本当にやだ。